ありがとうございます。今日は何しに来たんですか？ RCDC 前に、はい、ちょっと気合を入れようかなと。はい、いきなりなんか こちらにおられる方にうちのバラとラズコにサインを書いてもらいます。なんと川端さんに。川端雅人さんです。おはようございます。こんにちは。はい、今シーズンもお疲れ様でした。お疲れ様でした。D1 お疲れ様でした。D1 はなんか今年はいろいろありましたね。いろいろ試練の年です。ってことは来年が絶対なくです。GR86 だってまあ2年目なんですけどね。はいはい、1年目はなんとなく単走もね、そうですよね、優勝したり、追走もまあシリーズランキング2位ぐらい、まあ、優勝も狙えるかぐらいの感じのポジションやったんですけど、今回はなんか単走地が結構目立った。まあでも走りはすごい良かったし、車もね、仕上がってきますし。そうそう、内容は練習の時とかの内容は悪くないんですけど、うん、本番でのなんつうんですかね、なんかどっかで守らなあかんみたいな焦りが。あれ年取った？やっぱりチーム体制的に言ったら迷惑をかけられへんっていうのがあったり、まあいろんな気持ちが出てきましたね。そういう、難しいですからね。そうなんです。一分勝負ですもんね、あれ。そう、やっぱりちょっとこう、いろいろこう変化も含めてこう、いろいろ変えて、そのなんていうの、メンタルだけじゃなくて、全力でいけるような、そういう気持ちになれるような、うん、そういう風な体制作りをもうちょっと考えていった方がいいかなっていうのは正直あるんです。引き続き我々もビビったるものでございます。恐縮です。応援をさせていただきます、はい、言い訳せずにできるように頑張っていきたいと思います。いやでも最終のお台場のあの86の藤野さんとの追走、いやもっといけるんですよ。マジっすか。ちょっと手前上はもう減速入ってるんですよね。あもっといけいけってやりたかったんですけど、俺の中ではやっぱり全力で走れてない。ですまあそら振る舞いね、そら負けるよねみたいな。もうなんか分からんけど東洋タイヤの CM にそのまま使えそうな。めっちゃかっこよかった。使われるんじゃないの。いやめっちゃかっこよかった。でもまあちょっと走り的にはやっぱり俺の方が躊躇してる感じだったんですね。うん、はい、という86は結構左右されます。いやまあでもそれ対戦生86やったらもうもういいよりいい、うん、まあまあね。だから俺は別にそこは何もなくて、うん、あの悪い路面で言うたらほらもうこのジムニーの方がやっぱり乗ってるから、あんな道悪い悪いってみんな言ってますけど、俺的にはもう全然フラットな。なるほどね。感覚的にはだからもうそこは別にそんな気にならんかったです。じゃあ来年もぜひとも期待します。はい、恐縮です。頑張ってください。はい、今週ラジドリの全日本大会、はい、セントレアであります。その時にね、アディクションをブース出しますね。ブース出します。ブース出しますね。ブースが立ってるんで、でそこに飾る看板。もうちなみに三浦さんもサイン書いて、はい、前回のね動画でほらパンデムの三浦さん、はい、頑張れよしよ川端さんに頑張れかけちゃんに書いてもらおうかな。 あと直樹くんも書いてもらおうかな。あ、そうなんや。ポロロポロロ竹かんむりに見るでしたよね。そうっす。ジルマおざます。これでほぼ優勝。ほぼ優勝。あの負けても俺のせいに先導できる。負けたらパーツクリーナーで拭く。そうそう。面倒見られる。おお。うぃー。やべ。思い出深いですか。うん、思い出深いですね。強そう。強そうですね。これはもうどんな思い出が。いややっぱりもう自分をこうメジャーにしてくれた車なんで。もともとメジャーでしたっけ。いややっぱりこう世界的に見てもらえるような感じであるのってからで、うーん、あのターンパイクもそうやし、まあそうね、はい、ああいうなんていうんですかね、その動画でのその
動画でバーって広まる重要性を知ったのはこの動画で教えてもらった。300キロで横向けたのこれ。そうです、そうです。300キロ、まあ同じ車ではないですけどやっぱりそれもディジタルだったんで。すごい裏話いっぱい出てくれ。横向けるだけでやろバキバキなんやろ。風圧で、ね、あれでも普通でやるとさよくてマジカチ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 にしてっていうものがカーボンでしたね。あ、カーボンだったかどうかちょっと分かんないですけど、皆さんはなんかめちゃめちゃ本気をしていたので、もう風圧でバキバキなと思ってで、ダウンフォースが効く分横向けたらダウンフォースが全部なくなってめっちゃ効くんですよ。それが怖かったです、はあ、だからダウンフォースはちゃんと前向きに走る車のためにあるもので、はいはいはい、あの横向けの設定になってないんで、はいはいはい、そうよね。横向けた瞬間車のフロアの下にブワーンって風が舞うんですよね、うん、めちゃくちゃ浮きましたよ。いいこと聞いたね。皆さんなんか飛行機みたいにラダーつけた。それは行かない。今度もう向けた瞬間ブワーン帰ってきそうですよ、ね、そうですよ。横向きのダウンフォースあります。あ、多分タイヤとタイヤの、ね、前タイヤと後ろタイヤの間に空気が入るっていうそういう設計じゃないんですよ。そこに横向くとそこに入るんで、まあ、そう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 ね。リアスポイラーのダウンフォースが全部一気に抜けちゃったんですよ。怖っ。話聞いてるだけで怖い。まあそういういろいろいい質問させていただいて、はい、という GTR だそうです。サインを書いてもらいます。いいな、いいな、いいだろう。いいな。ちなみに言うと、うん、中身は、はいはい、これですよ。オーバードーズの写真でございます。これこれ、パーさん、これどれぐらい値段するか知ってます？オプションパーツ入れていくと、ラジコン、まあラジコンなんで20万。20万あるでいい。持っていくな。今日50万かかってる。50万ですか。50万かかってますね。50万言ったらもう今時ジムに変える。まあそれもそうですけど、もう家電で言うたら70型ぐらいの今の有機EL のテレビ買えるっすね。こいつそういうことですね。ってことは50万分ぐらい走りをしてくれるでしょう。そうですね。そっちでしょ。え、これどこに行きましょうか。どこがいいですか。あのフロントガラスはルール上何もしたらあかんって決まっとるんで、はい、ここか、ここちゃうかな、ね、まあ、はい、リアガラス、リアガラスか、まあ、ちっちゃくめっちゃ開いてるやん。そこ、あ、ここめっちゃ開いてる。ここ目立っちゃうから、いや、例えばこういうサイドに切って書きたりとか。もう任せますよ、はい、ちょっとちっちゃめにお願いします。え、いいな、いいな、いいです、いいな。モキーもあれ、お金払ったらいけんの。払う、俺も今日払うからな。お、ラジコンサイズのサイン、はい、オッケーっす。かわいい、かわいい、行きました。ます、お、シャンティ、シャンティ。ちなみに、ちなみに、あの、はいはい、これ動画に残るから言うとかなあかんねんけど、はいはいはい、今日は、11月14日、14日ね、はい、ということで、私まだリアモーターマンと組んでません。うん、リアモーターマウント組んでないの。組んでません。お前今から、10万円かけて、リアモーターマウントを買ってきます。今から買うのは。また買うね。はい、今からまた10万かかるんですよ。すごい。え、俺の GTR も書いてもらっていいですか。あ、もちろんです。あ、もちろんです。あ、もちろんです。あ、じゃあ俺書いてとる、俺書いてとる、じゃあ、ね、俺書いてとるよ。もうめちゃくちゃそう、もう妙手の際まで打ってきて。やった。どっか、じゃあ反対側のこっち書きます。はい、お願いします。やった、やったね、マッキー。ってことでこれマッキーさんの、え、川端さんのボディだけど、はい、川端さんの本人がサイン書くと。すげえ。俺こっち書いてたるわ。なんで。すごいですねこれ。恐縮です。
や両方すごいですけど、はい、またいろいろ個性が出る。個性が、はい、出ます。はい、じゃあこれちょっと僕のシャーシそんなお金かかってないんで、お金かかってない、お金かかってない言うても、うん、やったー。うわかっけー、やったぜ、やっべー、やばすぎる、やばすぎる。これで10万円勝ちついたからねやばい、ありがとうございます、ありがとうございます。やったー、すげー、これで頑張ろう。俺これで勝負が走りしたら最悪だろうないや最高単走2位だ。うん、言うても単走取ってる。じゃあ次も1番しかないじゃないですか。うん、まあそうなんです。ああ、そ、はい、じゃあもちろん、はい、他のね参加者の方も頑張ってくださいですね。はい、その日は僕は、敵ですですね、はい、というわけで、はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。じゃあ、もう試合頑張ってください。はい、僕らも来シーズン期待してますんで。わかりました。フルマークでお願いします。